ラザニアもうパスタじゃなくて豆腐でいいやと思いますよ。食べ応えがある。もうしっかりしてます。豆腐のラザニアを作ります。豆腐って当然ですけど皆さんご存知のようにタンパクですよね。でもラザニアのそのベース、ミートソースとホワイトソース、それを同時に食べるとものすごくバランスのいいこってりさっぱりのラザニアができるんですよ。それからホワイトソースは電子レンジで簡単に作る方法をお教えしたいと思います。これお客様が来た時に作ったら多分すごく喜ばれると思いますし、まあ、子供もすごい好きですね、味ですよね。はい、うん、うまい。非常にリッチです。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは豆腐のラザニアを作ります。豆腐って当然ですけど皆さんご存知のようにタンパクですよね。でもラザニアのそのベース、ミートソースと、まあ、ホワイトソースが一般的だと思うんですが、こってりしてますよね。それを同時に食べるとものすごくバランスのいいこってりさっぱりのラザニアができるんですよ。こってりさっぱり、ちょっと意味わからないかもしれませんけど、食べたらねわかります。かつ今日は、ホワイトソースは電子レンジで簡単に作る方法をお教えしたいと思います。とても美味しいです。では豆腐のラザニア作っていきます。まず材料ですね。豆腐は今日絹ごし豆腐を使います。僕は木綿よりも絹ごし豆腐の方がチュルンと食べれる感じで好きですね、ラザニアにする場合は。だから薄力粉、オリーブオイルで、ミートソースが合いびき肉、人参、玉ねぎ、ニンニク、ローリエ、それからトマト缶、赤ワイン、調味料が中濃ソース、ケチャップ、塩コショウ。ちょっと多く見えますけどね、まあ、基本的にローリエ以外は難しいものは使ってないですね。それからレンジホワイトソース、バター、薄力粉、生クリーム、牛乳、顆粒のコンソメ、塩コショウですね。それからお好みでピザ用のチーズ使っていきます。ちょっとね材料多そうに見えるんですけど、これ一回作ったら簡単だっていうふうに思うと思いますね、まあ、お客様見えた時にね、非常にご馳走としていいんじゃないかなと、はい、じゃあまず豆腐の水切りをしていきます。やっぱり豆腐のお水がね、このラザニアに影響を与えてしまうので、まずパックから開けたらお水出して、キッチンペーパー巻いておきます。このようにして、こう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 して、でこれこっちの包んだ方が分厚いですよね。これを下にすると、まあ、よく吸いますというね、はい、細かいことですけどこういうのも大事ですよね。で僕お客様が見えた時は結構やりますね、これね、簡単だし。同じようにしてこれで、大体これで1時間ぐらいですかね、置いておきます。ちょっとここだけね先にやっとくと後の工程楽ですよね。豆腐を水切りしてる間にですね、レンジホワイトソース作っていきます。まずこの耐熱のガラスのボウル、ここにバターをドン。でバターを入れたらまずバター溶かしたいので、600ワットで30秒だけまずかけていきます。30秒。ちょっとね機種によってだいぶ異なるんで、もう溶け始めて半分ぐらい溶けてなくてももうずっと見といて、この液状になったら OK ですね。であんまりグツグツ沸騰させない方がいいです。そしたら完全に固形感がなくなるまでバターをよく混ぜて、でここからはこの泡立て、ちっちゃいものでも大きいものでもいいんですけど、泡立てを使って作っていきます。ここにまず薄力粉、入れて完全にバターと混ざるまで、この状態ですね、見えますか。ここに生クリームをまず入れます。でちょっとずつ入れながらダマにならないように、このね表面に付着する子がいるので、その子ちょっと取ってあげてくださいね、こうやってね、はい、全体混ざったら続いて600ワットで2分電子レンジかけていきます。まあ、豆腐のラザニアはねお袋よく作ってましたね。ちょっとカロリー低めなんですか。まあパスタじゃない分ね、その糖質は当然低いと思いますけど、これ十分ですよ。でももうパスタじゃなくてラザニア豆腐でいいやと思いますよ。食べ応えがある。もうしっかりしてます。
で、しっかり水切りしてるとねっとりするじゃないですか、少し。それがね、一体感が生まれるんですよ。なんかホワイトソースの延長みたいな感じの味になるね。いいこと、名言だな、これ。どの辺が名言だったの？そのホワイトソースの延長みたいに豆腐を感じることが名言かなっていう。はい、なりました。今こういう状態ですね。もこっとしてる。ちょっともうネトネトしてるんですよ。もうこういう状態。はい、で生クリームも油分があるんで、このまま置いとくとちょっと分離するんですね。でここで牛乳を足します。これもちょっとずつ入れましょうね。ダマになる原因の主な要因は温度差ですね。だからお鍋とかで作る時も熱い状態のところに入れちゃうから、いきなり冷え固まったやつがダマになるんですね。ちょっとずつ入れます。で一瞬ダマになるかもと思うんですけど、ずっと混ぜてるとまた一体化するの でこれも縁についたものをよく混ぜ、でこれでさらに1分半かけていきます。はい、1分30秒経ったのでもう一度取り出します。熱かったらミトンとか使ってくださいね。でもこういう状態です。よく混ぜて、このぐらいの緩さですね。とろーとろー。だからまだ熱いうちに調味料入れていきます。で僕はねコンソメ入れない時もあるんですけど、今日はまあしっかり味にしたいので顆粒のコンソメ入れますね。顆粒コンソメ、あ、お塩で、コンソメ溶けるまでよく混ぜますね。粒々が見えなくなるまで。で最後に胡椒。はい、これでレンジホワイトソース出来上がりです。他の料理にもね当然使えます。グラタンとかでもいいし、まあ、パスタなんかにもね使えると思いますんで、これ覚えておいていただけると非常に重宝するんじゃないかなと思いますね。でこれ置いときます。ただ豆腐をキッチンペーパーから外しますね。もうすごい吸水して、まあ、厚さが違いますよね。ちょっと比較しようがないですけど、で絹なんでちょっと潰れないように気をつけてもらって、でこれギュッと絞るとこんだけ水出ます。これぐらい水切れてるってことですよね。ただ豆腐を切る前に、まあ、今使ってたバットでいいと思うので、ちょっと全体薄力、でだいたい1丁を4等分ぐらいにしていきます。さあさあ、こんな感じで薄力の上にこのように乗せ、でさらに上から全体にね薄力かけて、まあ、全体思いっきりしっかりしなくてもいいと思いますね。表面にやっぱり、ミートソースとホワイトソースがちょっと絡まりやすくするために粉つけるって感じですね。そしたら、ミートソースの具材切っていきます。ではまず人参ですね。人参は皮を剥いて、まずみじん切りですね。よいしょ、こんな感じですかね。で次玉ねぎですね。で玉ねぎは人参と同じタイミングなので近くで切って混ざっちゃってもいいですね。ちょっと最後空いたスペースでね、ニンニクもみじんしといて、さあここからです。ここから火を使ってどんどん盛り付けていって完成になりますので、もうこういう耐熱の、オーブンにかけられる容器用意しておいてくださいね。まずお豆腐焼いていきます。オリーブオイル引きます。お豆腐割れないように持ち上げて油の中にポンと。お豆腐同士くっついちゃうんでね、ちょっと距離空けて焼いてもらうといいと思うんですね。しっかりとねここで焼き目をつけましょうね。ちょっと油多そうに見えるんですけど、この後ミートソースもこの油このまま使っていくので、
いい感じですね。こんな感じですね。こういう焼き目で、どんどんお皿に乗っけていきます。こんな感じですね。そしたらミートソース作っていきますね。この油残ってるんでこのままいけます。ニンニク、ニンニク香り立ったらひき肉、で8割型火通ったら野菜入れていきます。これ10割完全に色変わって焼き目がつくぐらいまで炒めてから野菜入れると、野菜の火通りと肉の油抜けのバランスが悪くなっちゃってカスカスになっちゃうんですよ、お肉。お肉に油回ったらローレル入れて、ここでまず赤ワイン、それからトマト缶同時に入れます。ちょっとダイスカットなんでダイスの固形感のあるトマトは潰して、この状態ですね。この状態でグツグツ中弱火ぐらいかな、で蓋をして10分煮ていきます。はい、10分経ったのでこんな感じですね。もうさっきシャバい状態だったのがもうだいぶ水分飛んで割としっかりめのミートソースになってますよね。でここで調味料で味付けしていきます。まず中濃ソース、からケチャップ、で塩コショウ、で調味料馴染むように一煮立ちさせて、で火止めます。そしたら、豆腐が今入ってる状態ですね、耐熱の容器に。この上にまずさっき作ったレンジホワイトソースが、はい、そしたらこの上からミートソースをたっぷり乗せていきます。でローレルも一緒に入れちゃっていいですね。で最後にピザ用チーズですね。これもたっぷり遠慮なくいった方がいいです。でチーズ乗せたら、オーブンで焼いていきますが、オーブンは200度に予熱してある状態ですね。蓋を開けてこのままダイレクトにいってしまいます。で200度で約20分、でオーブンによって強さ異なると思うので基本的には全て火が入っている状態になります。だから中の具材がもう一回しっかり温まって上のチーズがしっかりと、焼き目がついてとろっとしたら OK ですね。だから20分は目安にしておいてください、はい、それだけ注意して、中の様子を見ながら焼いていきましょう。はい、20分って言ったんですけど、まあ、15分ぐらいですね今ね。もう焼き目ついて周りブクブクしてる状態です。これで OK ですね。なので20分かけてそのままほっとかない方が焦げなくていいかも。あ、美味しそう。熱いですからね。はい、これで完成です。いいね。下からこそいで、これが豆腐だ、これが豆腐だ、お豆腐とホワイトソース、チーズ、ミートソース、この一緒になったところですね。うん、うまい。段階があるんですね。チーズ、ミートソース、うまみじゅわー、この濃厚なホワイトソース、その後に淡白な豆腐が来て、で最終的にはすごくバランスが良くなります。口の中で非常にリッチです。これお客様が来た時に作ったら多分すごく喜ばれると思いますし、まあ、子供すごい好きですの味ですよね。作ってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。